花橋博士は日本の男性プロレスラー。岐阜県大垣市出身。血液型大型。新日本プロレス所属。1976年11月13日、岐阜県大垣市に生まれる。幼い頃にプロレス好きな祖母の影響でプロレスの存在を知ってテレビで見るようになり、学校の休み時間ではプロレスごっこに興じていた。一方で大垣市が 中京圏という土地柄から中日ドラゴンズの大ファンで野球にも熱中し小松達夫と各源氏に憧れていた岐阜県立大垣西高等学校では野球部に入部左翼士を務めながら将来の夢としてプロ野球選手になることを掲げていたそんな中高校1年生の頃に見た闘魂三十士と小橋健太の試合に感銘を受けた棚橋は プロレスラーになれば、心も体も強い人になれるのではないかと思うようになり、次第にプロレスラーへの憧れを強く抱き始めるようになった。その後、プロ野球選手になる夢を諦めた棚橋は、プロ野球選手になれないならば、伝える側の新聞記者になることを考え、マスコミ関係に強そうな学部をいろいろ受けた結果、一般入試で立命館大学法学部に入学した。 入学式後、校内で、新流星をサークルに勧誘するブースが数ある中で、プロレス同好会に入り、クラスの自己紹介の時間ではクラスメイトが、将来の夢として弁護士や、公認会計士を挙げる中、将来は、プロレスラーになります。と宣言した。プロレス同好会に在籍する一方、レスリング部にも参加し、1996年春に、 行われた新日本プロレスの入門テストを受け、与えられたメニューを全てこなしたものの、結果は不合格だった。同年秋に2度目の入門テストを受けるも、体調不良による脱水症状に陥りメニューをこなすことができず、ここでも不合格となった。大学3年当時、1998年2月に行われた3度目の入門テストで、 ようやく合格を果たしたため大学を辞めるつもりだったが、長州時からからこの仕事は怪我するかもしれないし、将来のために大学だけは卒業しておけと言われ大学生活を継続。法学部の公務行政コースで政治について学び、残りの1年間で大量に残していた単位をすべて取得。卒業後の1999年4月、晴れて新日本に入寮した。 1999年から2000年に二体的にほぼ完成されていた棚橋は入寮から半年後の10月10日、後楽園ホール大会にて、真壁晋也を相手にデビュー。試合は6分55秒、逆エビがために敗れた。後に、デビュー戦について、棚橋は自分自身より、真壁さんの先輩としての凄さが印象的だったことを語っており、プロレスラーは、 デビュー戦こそが本当のスタートであることを改めて実感した。同月十九日、福岡国際センター大会のデビュー3戦目で、井上渡を相手に逆エビ固めでプロ入り初勝利を収めた。十二月二十三日の選手会主最高業では、新日ジュニアのトップ戦線で活躍する高岩隆一とシングルマッチで対戦した。二千年に入り、ヤングライオンとして、 パワーを生かした勢いのある攻撃を心情に前座戦線を賑やかせる一方、メキシコのトップ戦線で活躍するネグロカサスから勝利を収める活躍を見せて勢いに乗っていたが、9月9日、栃木大会にて試合中に左手中手骨骨折を追い長期欠場へと突入した。2001年2001年4月19日の後楽園大会にて復帰。 血城期間中のトレーニングにより足が太くなった棚橋は、それを強調するためにコスチュームを黒のタイツから赤のスパッツに変更。さらに髪型も長髪にしてヤングライオン卒業を宣言した。5月18日高楽園大会から同期入門の鈴木健造とタッグとして活動を開始。健造とのタッグは棚健という愛称で親しまれていたが、 6月22日より、タッグチーム名を、キング・オブ・ザ・ヒルズと発表した。9月8日に全日本プロレスの日本、武道館大会で初めて新日本以外の団体に参戦。10月8日には、東京ドーム大会の舞台に初めて足を踏み入れ、G1 タグリーグでは、コスとして初出場を果たすなど、様々な経験を積んでいく。コスは、当時の新日本の一若手としては珍しく、 ストロングスタイルが連想されないライトなタッグであったことから注目を受けるようになり次第に棚橋も新日本のトップ戦線に身を投じることとなる2002年喧騒がキム胸のため欠場に入ると3月より佐々木健介ともタッグを組むようになり新玉健コンビを結成5月2日東京ドーム大会では健介と共にスタイナーブラザーズと対戦 6月20日に、ケンスケ、復帰した、ケンソウ、ブルーウルフを加えた4人で、新ユニット発足を発表し、同月29日に、スイングローズと名付けた。7月31日、初出場を果たす、G1 クライマックス開幕を前に、藤波達次に指示を仰ぎ、ドラゴン殺法を伝授されると、G1 公式リーグ戦では、コ中志郎、シロケンスケから、主君の勝利を挙げた。 10月、ケンスケが新日本に辞表を提出したことで存続が危ぶまれていたスイングローズについて、棚橋は存続を宣言したものの、翌日に、ケンソーが解散を一部のマスコミに告白したことで一時混乱状態に陥っていたが、11月14日にスイングローズの解散を正式に発表。さらに、ケンが高山義弘とタッグを組みたい意向を示したことで、コスモ、 年内での解消を宣言した。11月28日、都内目黒区のマンションにて、別れ話のもつれから交際関係にあった女性に刃物で背中に箇所を刺されて重傷を負った。棚橋は負傷したまま原動機付自転車を運転して、最寄りの病院に駆け込み、緊急治療を受けて一命を取り留めたものの、総血液量の 約3分の1に当たる1.7リットルの血液を失い、一時は意識不明に陥った。12月20日、死傷事件を初めて公の場に姿を現し、丸坊主姿で騒動について謝罪した。2003年2月16日両国国技館大会で中西学とのシングルマッチで復帰戦を行い、ジャーマンスープレックスホールドに敗れる。この試合以降から赤を基調とした。 ロングタイツにコスチュームを変更した。欠場したブランクを埋めるべく若手の底上げをテーマに掲げた棚橋は同月21日に30歳以下の選手らで争う U-30 大座争奪リーグ戦の提唱を発表。自らのリーグ戦に参加すると4月23日広島サンプラザホール大会の優勝決定戦で新壁から ドラゴンスープレックスホールドで勝利を収め優勝、U-30 無差別級王座を獲得し、自身初となるタイトルダッシュとなった。6月13日武道館大会では、吉江豊と共に IWGP タッグ王座をダッシュ。他団体では、長田博士とのタッグで、プロレースリングノアに参戦し GHC タッグ王座をダッシュするなど、これまでチャンピオンベルトに縁がなかった田中氏にとって、 一気に実績を上げた年となった。2004年1月24日、沖縄県立武道館大会の試合後、新壁の呼びかけに呼応し、吉江と共に新世代軍として結託すると、上世代との世代闘争を提唱。2月29日に村上和成とシングルマッチを行った際、村上の度重なる暴挙に激怒しイコンが勃発。3月28日両国大会にて、 観客不在のノーピープルマッチとして、村上と U-30 王座をかけた金網デスマッチで対戦。最後は村上の顔面を金網の角に据えてから後頭部を踏みつけるという荒技で KO 勝ちを収めた。6月5日、大阪府立体育会館大会にて IWGP ヘビー級王座を保持するボブサップと対戦することが予定されていたが、 サップが大会三日前に同王座を返上したことでカードが消滅。急遽 IWGP ヘビー級王者決定戦として藤田和幸と対戦したが顔面下りを暗い KO 負けを喫した。その後三度目の出場となる g 一では予選リーグ戦をトップで通過し八月十五日に天竜源一郎を下して決勝戦で天山広吉と対戦したが アナコンデバイスに敗れ準優勝に終わった。9月15日には、ファッションブランド、デビロックとのコラボ大会にて覆面レスラーマスクド、デビロックに変身し、ザエープマンと対戦。ドラゴンスープレックスホールドで勝利を収めた。また、年頭より、中村晋介、柴田勝頼らと共に将来を嘱望されている、意味合いを込めて、 新東魂三重士と会社から売り出されるようになったが、年齢やキャリア、性格も違う三人は三重士というくくりで縛られることに反発。10月1日高楽園大会にて初めてトリオを結成して試合に出場することになったが、最後は柴田がピンホール負けを喫した。試合後、世代闘争を一時中断し、外敵撃退のため、中村と共に上世代の天山。 長田らと共闘宣言。11月3日、両国大会にて、外敵、ケンスケを相手に IWGP ヘビー級王座をかけたタイトルマッチに挑んだが、ノーザンライトボムに敗れた。12月11日を大阪大会で中村と共に、ケンスケ鈴木実組から勝利を収め、IWGP 卓王座奪還に成功した。2005年1月4日、 東京ドーム大会のメインイベントにて中村と初めてシングルマッチで対戦。腕ひしぎ十字固めに破れ、長らく保持した U-30 王座から陥落。試合後に涙を流しながら退場した。2月16日、全日本プロレス主催の国立代々木競技場第2体育館大会に参戦し、かつて月人を務めていた武藤慶治とシングルマッチで対戦したが、 ムーンサルトプレスに敗北。4月、新設されたトーナメント戦、ニュージャパンカップで優勝。さらに6月、中村が U-30 王座を返上したことで行われた王座決定リーグ戦を全勝で突破し、U-30 王座に返り咲くことに成功。7月18日には、ノア東京ドーム大会に参戦し、力子を、たけしの保持する。 GHC ヘビー級王座に初挑戦したが敗北した。一方タックでは中村とともに前年12月に獲得した IWGP タック王座の防衛戦で数々のタックチームを撃破。同タックで CMLL にも参戦するなどタック戦線に新風を巻き起こしてきたが10月30日神戸ワールド記念ホール大会にて 長野正宏天山広吉組に敗れ、タッグ王座から陥落。試合後、中村と別々に退場した具解消を宣言し、11月3日、後楽園大会にて中村と共に、長田中西組と対戦。中村が中西から逆従字がためで、ギブアップ勝ちを収めた。試合後に、棚橋は、お互い違う道を通って、 上を目指していくと、1年近く共闘してきたパートナーとの決別を改めて宣言した。2006年パートナーの中村と田本を分かち、この年より、棚橋はシングルプレイヤーに転向。1月にティネに遠征し、アージスタイルズ、ロデリック・ストロングとシングルマッチを行いいずれも敗北を喫してしまったが、現地関係者より、その躍動感あふれるファイトスタイルから、 ハイフライングスターと呼ばれた回評価を受けた。遠征先での試合を生かした棚橋は2月5日の月サムグリーンドーム大会で初めて中村からシングル初勝利を飾り、19日両国大会では長田からも初勝利を収め、次なる目標として IWGP ヘビー級王座に標的を定めた。6月7日にブロックレスナーが保持する IWGP 王座に挑戦することが発表され、それに伴い自ら保持していた U-30 王座を返上。しかしタイトルマッチ2日前に迫った7月15日、レスナーが契約上のトラブルを理由に来日不能となり、それに伴いタイトルマッチの中止が決定。17日、月サム大会にて急遽行われた新王者決定トーナメントに出場し、 決勝戦で、ジャイアントバーナードを、スリングブレードで破り、IWGP 王座初体感を果たした。パジタ何の中、三度目の正直でようやく手にしたベルトを、腰に巻いた棚橋は、監修に向けて、愛してますと、涙ながらに絶叫した。2007年4月13日大阪大会にて、長田のバックドロップホールドに破れ、IWGP 王座から陥落。 さらに5月1日の試合後に、右膝半月板損傷及び、内側側腹副人体損傷のため欠場となり、上半期は思うような結果が残せずに苦しんだ。7月26日、G1 開幕を控えた棚橋は、主水の滝に訪れ、2004年以来となる滝修行を、観光。修行後の囲み取材で、これを機に一気に、スターダムへとのし上がります。 力強く決意を述べた。8月6年連続で G1 に出場。予選を勝ち抜き決勝トーナメントに進出を決めた棚橋は同月12日の準決勝戦で新壁決勝戦で長田を破り悲願の G1 初制覇を成し遂げた。G1 を制覇した棚橋は次なる標的として IWGP 王座に狙いを定め、10月8日、 両国大会にて IWGP 王座を保持する長田と再び対戦。ハイフライフローで勝利を収め、約半年ぶりに IWGP 王座に帰り咲くことに成功した。翌9日、1、夜明け記者会見の場で結婚していたことを明らかにした。2008年レッスルキングダム2のメインにて中村と対戦したが、ランドスライドに敗れ、 IWGP 王座から陥落。3月1日の全日本プロレス両国大会にて、武藤とタッグを結成し、河田敏明太陽系アグミを相手に勝利。メイン終了後のリングで、チャンピオンカーニバルに参戦を表明した。ホームである新日本では、同月8日より開催された NJC を、史上初となる2度目の制覇を果たし、IWGP 王座挑戦権を、 獲得、3月30日後楽園大会にて、中村と対戦したが腕ひしぎ逆十字固めに敗れた。4月、全日本主催のチャンピオンカーニバルに初出場。9日の公式リーグ最終戦で、小島さとから勝利を収め決勝に進出し、決勝戦で、諏訪間と対戦したが、ラストライドに敗れ準優勝。十七日、左膝前十字靭帯断裂及び、 外側半月いた損傷により因果欠場。8月に開幕された G1 の舞台で復帰を果たすも、制裁を書き寄せん落ちに終わった。9月には新日本内で急激に勢力を拡大させる GBH に対抗すべく、対立関係にあった中村がリーダーを務めるユニット、ライズと本体との橋渡し役となるも、その後は差したる活躍もないままトップ戦線から遠のいた。 存在にまで陥る。10月26日にスランプ打破のため無期限アメリカ遠征に出発。現地ティネの一員として試合をこなしていく中、菅林直樹社長から全日本、武藤が保持する IWGP 王座を奪回するため、次期 IWGP 王座挑戦者として直々に指名を受ける。打開策を自分が納得するまで見つけ続けたいと、当初は答えを保留していたが、 最終的に翌年東京ドーム大会での IWGP 王座挑戦を受理した。2009年レッスルキングダム3の舞台で無党を破り、長らく他団体に流出していた IWGP 王座の奪還に成功し、3度目の退冠を果たす。その後、中村、カートアングル、後藤博士王樹と対戦し3度の防衛に成功。一時は中西学部にれて、 王座を手放すが、ドミニオン6.20に手中西に勝利し再び、王座を奪還。以後、ノア所属の杉浦隆ゼ01所属の田中正と、ハッスル所属の田尻といった外敵らと交想を繰り広げをめ、特に田尻には、グリーンミストを浴びせられたことから強い敵意を示した。8月13日の愛知大会 G1、公式リーグ戦にて田尻と対戦したが、 リフェリーのブラインドをついたグリーンミストからのバズソーキックに敗れた。田ジリに土をついた棚橋だったが G1 では公式リーグ最終戦で田中を破り決勝トーナメントに進出。準決勝戦で中村と対戦したがボマイエに敗れ優勝を逃した。さらに試合中に中村が放ったハイキックによって眼下ない側壁骨折となり欠場、それに伴い IWGP 王座の返上を発表した。9月27日神戸大会のメインで行われた IWGP 王座決定戦イコール新壁 VS 中村のゲスト解説を務めるため放送席で試合を見守る。試合に勝利した中村がベルトに輝きがないチョキとリング上で発言したことに対してストロングスタイルの呪いにかかっていると不快感をあらわにした。 10月12日両国大会にて、IWGP 王座の防衛戦を終えた、中村の前に姿を現す。自身を避ける中村の眼前にしつこく立ちはだかると、どうだ、鬱陶しいだろと開き直り、続けて中村に対して暫定王者と挑発し、IWGP 王座時期挑戦者としてアピール。ディストラクション09にて中村と対戦したが5枚絵に。 破れ大座ダッシュとはならず。試合後、バックステージで倒れていると、突如としてタジリが現れ、グリーンミストを食らったことからイコンが再発。11月23日後楽園大会で後藤と共にタジリ田中組と対戦。G1 三戦以降ピンホール負けを許さなかったタジリから勝利を収めた。その後のシリーズでは立て続けにタジリにホール負けを喫するも、 12月5日、愛知大会で再び、シングルマッチで激突し、ハイフライフローで勝利を収め構想に終止符。同月9日、東京スポーツ制定のプロレス大賞で最優秀、選手賞を受賞した。2010年2月14日、両国大会にて、矢野2とシングルマッチで対戦。ハイフライフローで勝利を収めたが、試合後に、矢野からハサミで髪を切られる暴挙に相激怒。 以後、矢野との紙切り高想劇を繰り広げると、ドミニオン6.19にてルーザーボールドルールと、命打たれた、試合形式で完全決着を果たすべく、矢野と対戦。回転十字架固めで勝利を収めたが、試合後に、矢野から、急所攻撃を受けてしまい役に髪を切られる危機に、陥る。そこに、かつて敵対関係にあった田尻が救援に駆けつけ、矢野に対して、 グリーンミストを吹きつけると、ダウンする矢野を破壊しめにして拘束。バリカンを手に取った棚橋はようやく矢野の髪を刈ることに成功した。下半期からは、昨年12月に凱旋した内藤哲也と交想に明け暮れ、年内で4度のシングルマッチで対戦。最終的に2勝1敗1分という戦績で、勝ち越しに成功。内藤との世代闘争を制したは、その後、 フリーとして新日本に参戦し始め、IWGP 王座に就いた小島聡氏に対して挑戦をアピール。12月11日大阪大会にて、同じく IWGP 王座に挑戦を表明した後藤と対戦。ハイフライフローでピンフォール勝ちを収めて熱望していた IWGP 戦線へ一歩近づくと、翌12日愛知大会の全試合終了後に、 改めて小島に対して挑戦を表明した。2011年レッスルキングダム V にて IWGP 王座を奪還した棚橋はその後年内で重度の防衛に成功した。レッスルキングダム V にて小島から勝利を収め IWGP 王座5度目の大会を果たす。試合後のマイクでもう一度これからのプロレス界を俺に任せてください。と。 並々ならぬ決意で2011年の戦いに足を踏み入れた棚橋は以後、八区の快進撃で防衛ロードを爆進。防衛戦では、クオリティの高い試合内容で監修を魅了していく。特に6月18日の古藤戦、9月19日の中村戦、10月10日の内藤戦の3試合は、年間ベストバート候補に上がるなど、 安定したファイトを見せつけ、王座防衛数もそれまで最多記録を保持していた長田に並ぶ重度の防衛に成功。さらには、アメリカで史上初となる IWGP 王座戦を開催するなど、国内のみならず海外でも存在感を大いにアピールし、他の追随を許さない活躍ぶりが称えられた田中橋は、2009年以来2度目となるプロレス大賞 MVP を受賞。 プロレス界全体に棚橋時代を印象付けた年となった。2012年レッスルキングダム6で鈴木実を撃破し最多記録となる11度目の防衛に成功。年頭より最高のスタートを切ったかに思われたが、その1ヶ月後のザニュービギニングにて新鋭の岡田和地下のレインメーカーに敗れ、長らく保持し続けたベルトを開け渡してしまう。それでもドミニオン6.16にて、 前回とは逆のシチュエーションで岡田と再戦した際に勝利を収めて、同王座に返り咲き、岡田への雪辱を果たすことに成功した。この IWGP 王座奪還を果たした岡田戦は、プロレス対少年関西工事愛称を受賞。岡田との対戦は新日本のドル箱カードとなり、以後二人は IWGP 王座をめぐって幾度となく、激闘を繰り広げていった。 2013年4月7日、インベージョンアタックにて、岡田のレインメーカーに敗れ、IWGP 王座から陥落。再び IWGP 戦線へ舞い戻ろうとする、棚橋は、レスリングドンタク2013にて、同じ志を持つカール・アンダーソンと対戦。ハイフライフローで勝利を収めたが、試合終了直後に、プリンス・デビット率いるバレットクラブの襲撃に、 あってしまい新たなイコンが勃発。ドミニオン6.22にてデビットとシングルマッチで対戦するが、PC メンバーの再三にわたる介入でペースをつかめず、最後は、ブラディサンデーに敗れた。ウニベルサル王座を腰に巻く棚橋8月、CMLL が開催するカンペオンウニベルサルに出場し、決勝戦でルーシュから勝利を収めて、日本人史上二人目の優勝者となった。 ホームシン日本では引き続き BC との交想に明け暮れたが G1 公式リーグ戦でデビットと再戦した際も敗北を喫し重心サンダーライガーと共に7月5日に獲得した CMLL 世界タッグチーム王座も BC の乱入がきっかけでタマトンガレーレイブカネロ組を相手に陥落悪の限りを尽くす BC のダーティファイトに憤慨した棚橋は 介入できない形で決着をつけてやる。と、ディストラクションにてデビットとランバージャックデスマッチで対戦。本体と BC の両チームメンバーがリングに入り混じる中、最後はハイフライフローで勝利を収めて一連の構想に終止符を打たせた。10月14日、キングオブプロレスリングにて岡田の保持する IWGP 王座に挑戦。 田中氏はここで負けたら、IWGP 戦線から離脱を公言しており、リスクを背負った中での挑戦となったが、最後は、岡田のレインメーカーで、ピンフォール負け。試合後に、さらばだ、IWGP と公約通り、IWGP 戦線から撤退を表明。目指すべき頂きを失ってしまった、田中氏だったが、11月9日のパワーストラグルにて、 IWGP インターコンチネンタル王座を保持する中村信介より IC 王座時期挑戦者として指名を受ける。これまで IWGP ヘビーと IC 王座という別路線を歩んでいた両者が久々に対決する可能性が急浮上した。2014年前年に中村との IC 王座戦が決定した同日 IWGP 王座戦とどちらがメインイベントにふさわしいか ファン投票が行われた結果、IC 王座戦が最終試合に組まれることとなり、レッスルキングダム8に4年連続でメインに登場。IC 王座を保持する中村からハイフライフローで勝利を収めて王座初ダッシュを果たした。その後、ザニュービギニングイン広島にてリマッチを申し入れてきた中村を相手に初防衛に成功する。しかし、 NJC に優勝した中村が再び IC 王座に挑戦することをアピール。インベージョンアタック2014にて、再び中村を相手に IC 王座の防衛戦を行ったが、5枚絵に破れド王座から陥落した。4月19日後楽園大会にて新壁と共に IWGP タック王座を保持するカール・アンダーソンドク・ギャローズ組とのノンタイトルマッチに勝利。 さらにレスリングドンタク2014では、イルミネーションマッチで、最後一人生き残ったギャローズから、ピンホールを奪い、新壁と共に二人残りで勝利。タック王座取りも見えてきた新壁とのタック、エースとキングとして、タック王座への挑戦を表明したが、その直後に、後藤博大王と柴田勝頼が、リング上に現れ、自分たちこそが、タック王座の次期挑戦者組だとアピール。 その肩あらで、柴田はベルト、それよりも棚橋。お前と勝負だと挑発を受けたが、眼中にねえよと軽くあしらった。5月25日の横浜アリーナ大会にて、後藤柴田組とタッグ王座コンテンダーマッチを行い、新壁が後藤から勝利を収め挑戦権を獲得。ドミニオン6.21にて、アンダーソンギャローズ組に挑戦したが、王座ダッシュとはならなかった。 その後は、柴田とイデオロギー闘争を勃発させ、7月の G1、公式リーグ戦で対戦するも敗北。9月21日のディストラクションイン神戸にて柴田とシングルマッチで3度対戦し、最後は、ハイフライフローに連発で勝利を収め、G1 での狩りを返した。試合後、これまで絶戦を繰り広げた柴田と期を合わせて、言葉を掛け合うと最後は、握手を交わし、 長らく続いたイコンに終止符を打たせた。10月13日、キング・オブ・プロ・レスリングにて、IWGP 王座を保持するアージ・スタイルズから、指名を受ける形で挑戦。試合終盤に、アージのセコンドについたジェフ・ジャレットによる介入に合うも、突如として現れた吉達がジャレットを蹴散らすという、助立ちを受け、最後は、ハイフライフローで勝利を収め、 IWGP 大座史上最多となる7度目の大会を果たした。2015年2月11日、ザニュービギニングンを大阪にてアージに敗戦し、IWGP 大座から陥落。その後大座復権を誓うため、3月5日に開催された NJC に3年ぶりに出場し1回戦で、矢野通と対戦したが、わずか2分47秒で敗れ早々に脱落。 矢野に足元を救われてしまったことで、IWGP 戦線から一気に交代した、棚橋は、以後矢野と長期にわたる構想を展開。7月5日、ドミニオン7.5イン大阪、ジョーホールにて再び、矢野とシングルマッチにこぎつけることに成功し、試合は、ハイフライフローで勝利を収め、構想に終止符を打った。矢野戦を制した棚橋は、全部取り戻す気持ちで、G1 行きますと、 巻き返しを誓い、G1 クライマックス25に出場。8月16日、両国国技館で行われた G1 クライマックス25決勝戦で、公式リーグ戦 A ブロックを1位で通過した田橋は、B ブロック1位の中村晋介をハイフライフローに連弾で制し、2007年以来8年ぶり2度目の優勝を収めた。優勝セレモニーの中で、 棚橋が勢い余って優勝旗を追ってしまうというアクシデントがあった。その後、G1 優勝者に手渡される東京ドーム IWGP 王座挑戦権利賞を獲得した棚橋は G1 公式リーグ戦で敗北したバッドラックファレ、内藤哲也を相手に権利書争奪戦として再戦。いずれも勝利を収めたことで、翌東京ドーム大会で岡田の放置する IWGP 王座に挑戦することが決定した。2016年2016年1月4日、レッスルキングダム10のメインイベントで岡田和地下の保持する IWGP ヘビー級王座に挑戦。35分を超える激闘の末、最後はレインメーカーでピンフォール負け。5年連続東京ドーム大会のメインイベント勝利記録が途絶えることとなった。 1>, 1月30日、中村信介の対談により、空位となった E ワグピック王座の王座決定戦として、ケニー・オメガと対戦することを発表した。2月14日、ザニュービギニング・イン・ニーガタにてオメガと対戦したが、変異翼の天使でピンフォール負けを喫し王座ダッシュに至らなかった。5月21日、後楽園ホールでの試合後に、PC に襲撃されてしまい左肩を負傷。 検査の結果、左肩剥離骨折、二頭筋断裂と診断され、欠場を余儀なくされる。7月18日、G1 の舞台で復帰を果たすも、制裁をかき寄せん落ちに終わる。その後は、G1 開幕戦で敗北を喫したロス、インゴベルナブレスでハポンのサナダと抗争を繰り広げ、11月5日、パワーストラグルにて、サナダと対戦。ハイフライフローで、 ピンフォール勝ちを収めて、構想に終止符を打ち、同工業のメインイベント終了後、内藤の保持する E ワグピック王座に挑戦を表明した。2017年1月4日、レッスルキングダム11にて、内藤哲也の保持する IWGP、インターコンチネンタル王座に挑戦。デスティーノで、ピンフォール負けを喫し王座ダッシュに至らなかった。1月5日、東京、 宝楽園ホールで行われたニューイヤーダッシュにて、田口隆介、中西学とのタッグで、ロス・インゴベルナブレスで八本の武士、エビル、真田組が持つネーバー無差別級6人、タッグ王座に挑戦し勝利。第10代王者に退官。これを機に、田口を監督としたユニット、田口ジャパンを結成し、活動を開始する。2月11日、大阪。 大阪府立体育会館で行われたザニュービギニングに大阪にて、リッチ組に敗れ、ネバー無差別級6人、タック王座陥落。3月11日、愛知、愛知県体育館で開幕したニュージャパンカップ2017ではエビルに敗戦し、1回戦敗退となる。4月4日、東京、後楽園ホールで行われた、ロードツーサクラジェネシス2017にて、 タグチタカスケ、リコシェとのタッグで、ネバー無差別級6人、タッグ王座をかけてリッチグミトリマッチ、勝利し、第12代王者となる。6月11日、大阪城ホールで行われた、ドミニオン6.11イン大阪、城ホールで、IWGP インターコンチネンタル王座の内藤、哲也に挑戦、テキサスクローバーホールドで、内藤から、ギブアップ勝ちを収め、 第16代王者となった。IC のベルトを投げたり踏んだりという暴挙を行う内藤を批判し、このベルトは僕が救いますと宣言した通りの結果となった。7月2日、アメリカロングビーチコンベンションエンターテイメントセンターで行われた G1 スペシャルイン USA でビリーガンの挑戦を受けた。戦前に棚橋がガンをカリスマ的な存在として 待望の挑戦者であるかのように発言した。しかし、現地では、WWE 時代は、タックプレイヤーだった上に53歳と高齢のガンが、挑戦者としては物足りないという微妙な空気が、漂った。試合は、棚橋が、ハイフライフローでガンを一周して初防衛を飾った。9月16日、広島、広島サンプラザホールで行われた、ディストラクションイン広島で、 ザック・セイバー・ジュニアを相手に2度目の IC 王座防衛戦を行った。終盤、鈴木実が乱入するも、エルガンが排除して、棚橋をアシスト。最後は、ハイフライフローを炸裂させ、激闘を制した。試合後、棚橋は、次期挑戦者として、いぶしこうを指名。11月5日、大阪府立単育会館で行われた、パワーストラグルで、 イブシコータを相手に3度目の IC 大座防衛戦を行った。神声を執念で防いだ田中氏が、最後はハイフライフローを炸裂させ、激闘を制した。試合後、J ホワイトがリングに登場し、田中氏横に追い込んだ。2018年1月4日、レッスルキングダム10人、東京ドームにて、J ホワイトを相手に IC 大座防衛戦を行い、 4度目の防衛を果たした。1月27日、ザニュービギニングイン札幌行きの札幌に連戦にて、鈴木みのるに敗れ i c o 王座から陥落。1月28日、右膝変形関節症のため欠場が発表された。8月12日、日本武道館で開催された G1 クライマックス28決勝で、いぶしこうを、 G-1 決勝史上最長となる35部の熱湯の末にピンホール勝ちを奪い、3年ぶり3度目の G1 クライマックス優勝を果たした。終盤はエルボーの打ち合いとなったが、メッシブセの神声狙いをことごとく切り返し、最後は背中へのハイライフロー、ハイフライアタック、成長のハイフライフローの3連打で3カウント。敗れたイブシは棚橋と握手を交わすことはなかった。 田中の番記者に言わせれば、過去の功績が未来への期待を上回っていた中での優勝であった。8月13日、G1 クライマックス28優勝決定戦の1、夜明け会見が行われ、IWGP ヘビー級王座、挑戦権利賞争奪戦の相手として、5月4日のレスリングドンタクで負け、G1 クライマックス28公式戦で時間切れで引き分けている。 岡田和地下を逆指名した。9月23日、兵庫、神戸ワールド記念ホールで行われた、ディストラクションイン神戸の第9試合で、岡田和地下と東京ドーム IWGP ヘビー級、王座挑戦権利賞争奪戦を行い、ハイフライフローで、岡田にとどめを刺し、挑戦権利賞の防衛に成功した。試合終了後、J ホワイトが、リングに乱入し、 ブレードランナーで棚橋を起こ。場内が大ブーイングに包まれる中、J は同じカオスの岡田にも襲いかかって、ストンピングを連射した。10月8日、東京、両国国技館で行われた、九州三国市プレゼンツキングオブプロレスリングの第8試合で、J ホワイトと東京ドーム IWGP ヘビー級王座挑戦権利賞争奪戦を行い、電光石火の首固めで、 J から3カウントを奪い、挑戦権利賞の防衛に成功した。試合後、結果に納得がいかない J は棚橋にストンピングを連発。ヤングライオンが静止に入るも、これを蹴散らした J はさらに、ブレードランナーを狙う。しかし、そこで、岡田和地下が、棚橋の救出に登場。慌てて J は場外へ。場内は、大きな、岡田コールに包まれるが、突然現れた。 バレットクラブ OG の罠にかかり、岡田も越された。10月17日、東京、高楽園ホールで行われた、九州三国市プレゼンツロードツーパワーストラグル、スーパージュニア、タグリーグ2018第2戦の第3試合、カオス組対、バレットクラブ OG 組の試合は、バレットクラブ OG の反則負けとなったが、試合後も J は岡田にストンピングを連発。J は、 ブレードランナーを狙うが、そこで、棚橋が、リングインし、岡田を救出した。10月27日、東京、高楽園ホールで行われた、九州三国市プレゼンツロードツーパワーストラグル、スーパージュニア、タグリーグ2018第8戦の、第4試合、カオス組対、バレットクラブ王子組の試合は、下道がロメロから3カウントを奪った。試合終了後、岡田が、 J に襲いかかったが、それをファレンが妨害し、J とタンガが岡田にストンピングを浴びせる。その後、J がブレードランナーの体勢に入ったところ、棚橋が登場し、岡田を救出した。ここで棚橋が岡田へ声をかけ、二人でたまにダブルバックエルボーをお見舞い。館内が棚橋コールに包まれる中、J は場外からリング上の棚橋岡田を激しく、 ののしって退場。すると、棚橋と岡田が向き合い、棚橋が両手の人差し指を立ててから握手の手を差し出す。これで城内が岡田コールに包まれると、岡田も同じように左右の人差し指を立て、そこから棚橋とがっちり握手。まさかの展開で城内が大歓声に包まれた。2019年2019年9月12日。 ブリティッシュヘビーのベルトを掲げる棚橋博士1月4日、レッスルキングダム13イン、東京ドームにて、IWGP ヘビー級王座のオメガに挑戦、ハイフライフローで39分13秒の激闘を、静止第67代王者となった。これで8回目の体幹となり、自身の持つ最多体幹記録を更新した。しかし2月11日、 大阪府立単育会館大会でのホワイトとの IWGP ヘビー級選手権試合においてホワイトのブレードランナーでピンホールを奪われ初防衛に失敗。同王座から陥落した。2月19日、吉立と組、ジャイアント馬バ場バ没20年追前工業王者の魂、メインイベントに出場。試合後、宮原健とのプロレス最高ですか。プロレスを最高に。 の声に合わせ、愛してます。と声を合わせ絶叫した。3月、ニュージャパンカップ2019に出場。準決勝まで進出する、モサナダに敗れ、決勝進出とはならなかった。その後、準々決勝で勝利した、ブリティッシュヘビー級王者のザック・セイバー・ジュニアから、同王座の挑戦者に指名される。表彰式に臨む棚橋4月、マディソン・スクエア・ガーデン大会にて、 ブリティッシュヘビー王座に挑むも変形ジムブレイクスアームバーでギブアップ負けを喫する。また、これにより左肘を負傷。次期シリーズ、ロードツーレスリングドンタクの欠場を発表した。5月、レスリングドンタク最終日に会場に現れ、6月に復帰することを発表。だが、そこに J ホワイトが現れ、お前は列の後ろに並んどけ。などと挑発をされ、 復帰戦スペシャルシングルマッチが決定した。そして6月5日、両国国技館大会でのスペシャルシングルマッチでは、j に首固めで丸め込まれ、復帰戦勝利とはならなかった。7月 G1 クライマックス29に出場。開幕戦で岡田に敗れ、2戦目には迷子扱いしていた初出場の健太に敗れる。そこから4連勝と巻き返すも、 3連敗を喫し、結果は4勝5敗と11年ぶりに負け越しで終了した。9月1日、イギリスロンドンザ・カッパーボックスで開催された NJPW ロイヤルクエストの第7試合でザック・セイバー・ジュニアが持つブリティッシュヘビー起ー王座に挑戦。ハイフライフローを完璧に決めて3カウントで決着。ブリティッシュヘビー初体感を成し遂げた。九月十五日、大分。 ベップビーコンプラザで開催されたディストラクション・イン・ベップのメインイベントでザック・セイバー・ジュニアとブリティッシュ・ヘビー戦のリターンマッチを行う。試合はザックがグラウンド・コブラで3カウントを奪いとなハシは防衛に失敗。ザックが新チャンピオンとなる。2019年11月16日から2019年12月8日に開催された ワールドタグリーグ2019に東アヘナーレオパートナーに出場。3勝12敗の勝ち点6でシリーズを終えた。2020年1月4日のいわゆる1.4の東京ドームでは試合が組まれなかった。1月5日、レッスルキングダム14位東京ドーム第7試合でクリス・ジェリコと対戦。ジェリコが持つエオーザへの挑戦がかかった試合だったが、 ウォールズ・オブ・ジェリコでタップアウト負け。2月9日、大阪城ホールで開催された、ザニュービギニングに大阪の第3試合ジュース・ロビンソン&、デビッド・フィンレイ&、田中ヒロシ&、イブシ・コータ VS、タマトンガタンガロア&、高橋・ヒロシ・ジローチェーズ・オーエンズの対戦で、田中がロアを丸め込みで3カウントを取ったことを受け、田中はメッシブセと共に、 GOD の IWGP タッグ挑戦をアピール。2月21日後楽園ホール4連戦の3日目として、開催されたニュージャパンロードのメインイベントで、IWGP タッグ王者の GOD に、棚橋博士いぶし孝太組として挑戦。棚橋がハイフライフローをたまに決め、3カウント。棚橋いぶ組が新王者となった。 6月22日に行われたニュージャパンカップ2020第3戦のメインイベントでタ地との1回戦を戦う。同期の乱入で流れが変わり、最後は天章十字を取りからのブラックメフィストで3カウントを奪われ1回戦敗退。7月12日、大阪城ホールドミニオンイン大阪城ホールの第6試合で IWGP タッグ王座をかけてタイチ ザック・セイバー・ジュニア組と対戦。最後は棚橋が、天章・ザック・ドライバーを決められ3カウントを奪われ、初防衛に失敗した。8月6日から8月9日の後楽園ホール4、連戦で開催され、イブシコータとマスターは当パートナーに、出場、8月8日に行われた2回戦で、後藤博士大家石井智弘吉橋組に敗れた。 8月29日、サマーストラグルインジングの第5試合で IWGP タック選手権試合が行われ王者組に、棚橋博史井武士いぶし孝太組で挑戦したが棚橋が王者組にザックメフィストを決められ敗退。試合後、メッシブセとのタックの一時解散を表明した。9月 G1 クライマックス32エントリー。結果は4勝5敗で2年連続負け越しで、 リーグ戦を終えるも IWGPUS ヘビー級王座挑戦権利賞を持つケンタから勝利したため11月の大阪大会で権利賞争奪戦が決定した11月大阪大会にて US ヘビー級王座挑戦権利賞をかけてケンタと対戦するもゲームオーバーでギブアップ負けを喫するその後東はヘナーレとのタッグでワールドタグリーグにエントリー 開幕戦にて、グレート・オーカーンとのイコンが勃発し、1月4日、東京ドーム大会で、シングルマッチが決定した。2021年1月4日、東京ドーム大会で、グレート・オーカーンとシングルマッチで対戦。最後は、ハイフライフローに連発で勝利を収めた。その2日後、ネバー無差別級王座を保持する、高木慎吾と10人タッグマッチで激突。 お互いが次のターゲットだと意識し始める。これにより1月30日、愛知県体育館大会で、ネバー無差別級王座に初挑戦することが決定した。1月30日、愛知県体育館大会で、高木慎吾とのタイトルマッチに勝利、ネバー無差別級王座初対幹を果たした。しかしマイクで締めようとしたところを、グレート王冠に吸収され、王座挑戦をアピールされた。 2月28日、ネバー王座をかけ、グレート・オーカーンと2度目のシングルマッチを行う。最後はエリミネーターを十字架固めで切り返し勝利。初防衛に成功した。3月、ニュージャパンカップ2021にエントリー。ネバー王者であるため、シードで2回戦に進出し、J ホワイトと対戦。ドラゴンスクリューをかけようとしたところを踏ん張られてしまい、そのまま、ブレードランナーで敗北した。 その後、ホワイトが準々決勝で敗退し、標的を棚橋に切り替えたことにより、構想が始まる。そして5月3日、福岡大会にて王座をかけて対戦することが決定した。5月3日、J とネバー王座をかけて対戦。かねてから J をタップアウトさせることを宣言しており、ハイフライフローからのテキサスクローバーホールドで、 タップアウトを取るもレフェリーが見ておらず、最後はブレードランナーで敗北し、王座から陥落した。死である藤波達治のドラゴン殺法や無ケ刑事から影響を受けた技が多く、これら以外にクイック技を好んで使用する。ナルシストキャラの確立後は、要所で手を広げながらファンに歓声を求めるといった行動や、棚橋も大ファンである仮面ライダーから影響を受けた。 アピールなどが目立つ。棚橋曰く、オールドスタイルのアメリカンスタイルが好きと公言している。テキサスクローバーホールド棚橋は、ここぞという場面で、スクールボーイやスモールパッケージホールドなど、基本的な丸め込み技を使用するが、自身の著書で、一時期丸め込みを使いすぎた時期があり、ブーイングの元凶となったと記している。それとは、対照的に、 丸め込みの3カウントを狙い続けたことは、今でもいい経験だと思うとも記している。IWGP ヘビー級王座、IWGP インターコンチネンタル王座を腰に巻く、棚橋。ありがとうございます。